宗術は槍で戦う武術である。槍術、槍術とも書く。日本では平安時代中期以降に主流だった薙刀の跡を覆うような形で、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて槍が生まれ、造兵用として発達していたが、応仁の乱の後、次第に武将も使うようになり、武芸としての宗術が発達していった。 また武将が使う中で、槍自体も使い手の好みによって改良が重ねられ、普通の巣槍一種類から、穂が長い耐震槍、穂の根元が分岐している釜槍、柄の上部に鉄製の横手がある鍵槍、柄に可動性の管を装着して突き出しやすくした缶槍、弓の湯はずにかぶせ式の穂を装着した湯はず槍、柄が短い手と槍など、様々な種類が生まれた。 宋術の初期では、兵法の一置化として、槍を使用している。代表的なのは神道流で、飯の森地下により広められている。安土桃山時代に入ると、槍は、なぎなたよりも広く普及し始め、宋術も、専門流派が出始めた。巣槍では、無変流、ごつぼ流、生き流、本間流、大島流、竹内流、釜槍の宝蔵院流、鍵槍の内海流、 サブリ流、下槍を創始した伊藤流などである。江戸時代に入ると、槍は武士の家門を表す道具となり、創術は飛躍的に発達、新流派が没興した。元那年間から漢文年間にかけて、主な流派が出揃っていった。しかし元禄期以降、創術は古格を重んじて閉鎖的、主性的な状況になり、流派を形式を存続させることに主眼が置かれ、 独自の技術や新流派の発展は見られなくなった。この時期に剣術と同様に稽古用の防具が製作されたが、実践的な稽古に使うものではなかった。また他流試合もなかった。この風潮が変化するのは火星期以降である。実用速修が重もんじられ、そ面試合と呼ばれる双方が防具をつける形式が普及して、他流試合も頻繁に行われた。 だがこの風潮はそれまでの流派が保持していた伝統特色を薄めることとなった。明治維新により江戸幕府が倒れると他の武芸と同じく壮術も打撃を受けたがその影響は特に深刻であった。武士の名誉の証となっていた槍は武士の消失と共にその立場を失い、さらに長大な獲物が体育実技として不向きで無用の長物とされ、 一般に広く普及しなかったのである。また、創実は、その戦闘力の高さから、主に上級武士の身が身につけていたため、もともと、終電者の数が少なかったという理由もある。大日本武徳会にも多数が参加していたが、指導者の高齢化のため創日中心の流派は、明治から昭和にかけて、多くが失伝断絶した。現代に残ったのは、寒流、サブリ流、 風電流、構造陰流高田派等のみであった。ただし、創術中心ではないものの、創術を含む総合武術の流派は香取新浸流や、間庭念流などが残っている。また創術は、重剣術に取り入れられた。明治20年、日本陸軍は、構造陰流やサブリ流などの日本の伝統的な創術をもとにした日本式の重剣術を制定し、 それまで行われていたフランス陸軍式銃剣術を廃した。旧日本軍の銃剣術は太平洋戦争後に競技武道の銃剣道となり、現在も陸上自衛隊と航空自衛隊において自衛隊銃剣格闘とともに訓練されている。三国志では趙雲が果てかく槍という旧尺にわたる槍の名手として言い伝えられている。静ヶ岳の七本。 やりそのほか、ありがとうございます。